用意するものはこういったバスタオルですね。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日は反り腰の腰痛で悩んでいるあなたに向けて反り腰腰痛を解消するストレッチをご紹介したいと思います。今回紹介するストレッチをしていただくことで、例えば夜寝るときに上向きに寝てるとどんどん腰が痛くなるとか、もしくは立ち仕事が続くとどんどん腰が痛くなってくるとか、そういったような反り腰が原因でなってしまう腰痛を徐々に徐々に減らすことができます。すごく簡単なストレッチですので、ぜひ動画をご覧になってすぐに試していただけたらと思います。はい、では早速見てみましょう。どうぞ。ではやり方を説明していきます。用意するものはこういったバスタオルですね。こういったバスタオルを三つ折りにして、三つ折りにした状態でもう一回折って、こういう細長い形を作ってもらいます。この形を作ったものを2つ用意します。2つ用意してこれを重ねて床の上に置きます。ちょっと今説明するのでベッドの上なんですけど、ご自宅でされる場合は床の上で十分かなと思います。硬いところで、床がしっかりしたところですよね。硬いところでやってもらう方が安定感があるので安全にストレッチができるかなと思います。はい、ではこの重ねたバスタオルの上にちょうど腰のこの部分ですね、骨盤の仙骨と呼ばれるような部分ですね、この部分をこの重ねたクッションの上に乗せて上向きに寝転びます。はい、こういった形ですね。この運動を片方3回、もう片方3回を繰り返しやってもらえると反り腰の原因になっている腸腰筋をしっかりとストレッチすることができます。この形で片側の足をしっかりと両手で抱え込みます。そしてストレッチする方の足をピンと伸ばしましょう。この時にかかとが床にギリギリつかないぐらいに浮かせた状態でキープさせます。膝をピンと伸ばします。そして抱えた膝をぐっと思いっきりお腹の方に引き寄せていきます。ストレッチする側の足は浮き上がらないように床ギリギリに浮かせた状態でキープさせます。この状態で深呼吸を5回程度行います。吸って吐いて、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 はい、結構です。では入れ替えて反対側の足も同じように反対側の足も同じようにストレッチをしていきます。両手で膝を抱え込んでストレッチする側の足をピンと伸ばします。そしてかかとは床にギリギリつかないぐらいに浮かせた状態でキープ。抱え込んだ膝をぐっとお腹の方に引き寄せます。ストレッチする側の足は床よりギリギリ浮いたような状態ですね。床からギリギリ浮いた位置にキープさせます。この状態で深呼吸を5回程度行います。吸って吐いて、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 はい、結構です。はい、どうでしたか？結構簡単なストレッチじゃなかったですか？1回やってもらうだけでも結構効果は出せるんですけど、
これを毎日毎日続けてもらうことで、より反り腰が定着しにくい体質に変えていくことができるんですね。ですので、今まで夜寝てて腰が痛くなったりとか、仰向けに寝るのがしんどい方とか、あとはまあ見た目で反り腰がすごく気になってらっしゃる方とか、そういった方は毎日毎日続けてもらうことで、徐々に徐々に反り腰に戻りにくい体質になっていきますので、ぜひぜひ毎日続けてもらうといいのかなと思います。このストレッチであなたの悩みが少しでも解決できると嬉しいなと思ってます。はい、では今日はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。